はい、皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の炭鉱部、ネット物販講師の黒沢です。今回はタイ・バンコク市場の紹介をさせていただきます。私は中国のアリババから商材を買い付けてアメリカアマゾンで販売する中国アメリカの講師をしていますので、もちろん本陣は中国の広州にあります。しかしながら、まずはタイ・バンコクで卸市場や市場で通訳をはべらせて交渉するやり方を学んでおくことは有益ですし、現地で買い付けた商品を日本でメルカリで単発で転売するというやり方もあります。メルカリでの販売に慣れておくこともこれまた有益で、中国の商材も一部サンプル品を手元に取り寄せて、場合によっては写真撮影などに回すことがあるんですね。そういった商材をメルカリで販売して、手元の在庫を処分するというやり方に長けておくと、お手元の在庫を処理できるだけではなく、やはりメルカリって直接お客様の息遣いが感じられるような距離感の個人間の売買ですので、普段アマゾンの画面越し、パソコンの画面越しで商材を販売している我々にとって、数少ないお客様と近距離でやり取りができる経験を積むことができます。また当然タイ・バンコクならではの商材もたくさんありますので、早速今回動画や画像をお見せしながら説明していきたいと思います。まずご覧いただいているのはカオサンロードにあるシルバーアクセサリーの市場になります。金曜日に日本からタイへ行き、土曜日の午前中にまず行くのがこのエリアです。一般のお客様も購入することができるものの、一定額以上購入すると卸価格になるというシステムをどのお店も基本的には採用しています。タイのシルバーアクセサリーは中国のリーワン広場というシルバーアクセサリーの市場と比べると非常に手作り感のある精巧な作りのものが多いですし、比較的エスニックなデザインのもの、かなり奇抜なデザインのものが多く、メルカリでもかなり人気があります。ちなみに一定金額というのはお店によっても違うのですが、基本的には1万バーツ、要するに3万5000円程度程度以上購入すると一気に卸価格になるので、メルカリで販売しても利益が取りやすい商材です。次に紹介するのがメインの市場、チャトゥーチャックウィーケンドマーケット、チャトゥーチャック週末市場になります。土日しか開催されていない市場ですので、カオサンロードを午前中回った後昼食をとって、その後伺います。このエリアは観光スポットとしても非常に有名なので、多くの人でごった返している場所なのですが、特に牛革、エイ革、ワニ革などの生き物の皮を使った製品が有名です。他にはパワーストーンなどの宝石類、もちろんシルバーのアクセサリーもありますし、アラジンパンツなどのエスニックな服や雑貨、そして目利きができる方は古着なども有名な市場です。屋台や売店もたくさんありますし、フットマッサージのお店も市場の中にありますので、疲れたら通訳の方と一緒に少しフットマッサージを受けるのもおすすめです。ツアー2日目はカオサンロードとチャトゥーチャックを回ったら、基本的には時間いっぱいいっぱいになってしまうと思います。その夜はホテル近くでみんなでタイ料理、もしくは韓国街もありますので韓国料理、みんなで好きなものを食べに行きましょう。食事の後は我々が宿泊する7駅の隣にあるアソーク駅界隈のデパートに行ってもいいですし、もしタイらしい光景を怖いもの見たさで見たいのであれば、7にある7プラザやアソークにあるソイカウボーイなど女性がたくさんいらっしゃる、失礼しました、金曜日に到着、土曜日にカオサンロードとチャトゥーチャック、日曜日もチャトゥーチャックと、あとはパラディウムという場所に行くことをお勧めします。こちらは宝石と牛革、エイ革関係の雑貨が売っているビルになるのですが、こちらも買い付けに来る方御用達の場所になります。他のエリアとして中国人街には23金のアクセサリーがたくさん売っています。24金ではなく23金ですから、比較的柔らかい素材なんですね。よって
って精巧な細工などは非常に秀逸で、見ていて惚れ惚れするような商品もあります。当然金を転売するというのは難しいのですが、もし個人的に興味がある方はぜひ見に行ってください。またこの中国人街の裏手にある路地が非常に面白く、売っている商材はよく中国の広州でも売っているような文房具や雑貨類なので、そこで買い付けることは特にする必要はないかと存じますが、たくさんの屋台があるんですね。その屋台の食事がめちゃめちゃ美味しいんです。もちろんお腹を壊しやすい方は悪い油だったりだとか、微妙に鮮度が気になる海産物に手を出すのは避けておいた方がいいと思います。その代わり近くに広東料理のお店もホテルの中にありますので、もしよろしければ一緒にそちらの方で食事しましょう。さてそんなこんなでツアー3日目、卸市場巡り2日目もあっという間に過ぎると思います。夜はまた皆さんでゆったりと食事をしてもいいのですが、まだ生徒さんと行ったことがないマル秘スポットがございます。それはクルーズ船での夕食なんですね。安い船であれば数千円で夕食付きの船旅を楽しむことができます。夕食はタイ料理とシーフードと2つ選べるのですが、シーフードは結構硬いのでタイ料理を頼むことをおすすめします。またタイのクラブやミュージックバーも非常に面白くって、観光客が訪れる場所とタイ人しか訪れないクラブがあります。もしご興味あればディープなタイ人しか訪れないクラブも案内させていただきます。音楽がかなりうるさいのですけれども、その雰囲気を少しだけ味わうのであればきっとお楽しみいただけるかと存じます。あっという間に3日過ぎてしまいました。4日目は基本的には自由行動日とさせていただいているのですが、もし事前に私がオーナーと約束取れたのであれば、革のカービング彫刻を行っている工場に案内することも可能です。もしかしたら皆さんにとって生まれて初めて生産現場を目の当たりにする絶好のチャンスかと存じます。このようにタイ・バンコク市場ツアーは基本的に4泊5日金土日月火の5日間で行いますが、プラスアルファ延泊したい方がいらっしゃるのであれば、別途アテンドを手配したり、みんなでどこかに行ったりすることも可能です。自分は今まで生徒さんと行ったこともありますし、一人だけで行ったこともあるんですが、一人だけで行った時は現地のタイ人の人たちとずっと一緒にいたので、いろいろなディープなスポットも紹介することができるかと存じます。また現地で自分の兄貴分のタイ物販の代行会社の社長さんもいらっしゃいますので、もしよろしければ紹介させていただきます。というわけで今回はタイ・バンコク卸市場について少しだけ紹介させていただきました。繰り返しになりますが、2023年中にタイ・バンコク卸市場ツアー再開したいと思います。ワクチン3回未満の接種回数の方は帰国時にいろいろと手間はかかってしまうものの、いけないというわけではないので、その点はどうぞあしからず。ただ繰り返しになりますが、検査結果がどうなるのかということが帰国日を変更せざるを得ない理由になる可能性もなきにしもあらずですから、余裕を持った行動、もしくはワクチンに対して嫌悪感がないのであれば3回は接種しておいた方が良いのかなと思います。1回目を打った3週間後に2回目、2回目を打った3ヶ月後に3回目の接種をファイザー製のワクチンであれば行うことができます。じゃあ黒沢はワクチン推奨派なのかというと、全くもって
違います。その点は誤解のないようお願いいたします。私は海外行ったり来たりする仕事をしていなかったらワクチン一回も打っていませんでした。しかしながらツアーのアテンドをさせていただく自分の立場上をもし陰性証明自分自身が取るとなったら現地でバタバタしてしまって十二分に生徒さんのケアができないかなと思いましたので致し方なくワクチンを打ち始めて現在2回目を接種し終えた後です。というわけでいろいろ話してしまいましたが、今回の動画参考になった方、高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。